こんばんは。最近深夜放送みたいになってしまってですね、もう今日は1時少し前になってしまいました。すいません。マチカフェ TV の藤島です。こんばんは。今日もですね、コロナのことなんですけど、驚きましたね。地震のことを後で放送しますけど、まずコロナのことで驚きました。中国・武漢で、2019年の12月に、コロナが発生したと言われていたんですけども、もうその時には、調査がそうですね、1000人ぐらいは感染していたんじゃないのかという見立てをしましたね。で、私が驚いているのは、この画面にある、13検体、10、あ、13の変異株がすでに存在していたと。で、こうなるとですね、まあ、コロナを研究している研究所から、誰かが持ち出して、ばらまいたと。それはその中国政府を攻撃する意図を感じますよね。いずれにしろコロナが天然ではないなと。この13の変異株が、去年の12月にすでに採取されていたということになるとですね、かなり多くの変異株を、13以上、20とか30とかですね、変異株を持っている特殊な研究所。それはもう、武漢のウイルス研究所しかないでしょう、これはね。で、そこから、漏れた。どういうことなのかなと。例えばその高層マンションで、例えばですよ。武漢のウイルス研究所に勤めている、かなり位の高い人がいて、研究途中で何らかの事故によって被曝してしまったと。被曝した。もう例えばその、よくわかりませんけどね。冷凍保存していた、検体をですね、検体が、例えばその、何らかの故障で、溶けて、冷凍保存が溶けてですね、被曝して、それを知らずに出入りして外にばらまいたとかですね。いや、よくわからないですけど、疑うのは、このあたりで、天然ではないですよね。もう、バーって広がって、そしていきなり13株、変異株が発見されるってことは、こういうことですよね。疑われるのは、生物兵器として使われたんですかと。で、その生物兵器として研究されていたものが、例えばそのカプセルがですね、13、14、15、かなりの数の変異株を、
まあ、カプセル、小さな、小さな、カプセルに入れてですね、それをどっかで破裂させると。人混みの中で。これがいくつかの仮説が成り立ちますけど、まあ、中国の武漢を調べた WHO の調査員も、あらゆる仮説を否定できないと言ってますけど、そうですよね。例えば中国が生物兵器で狙われたという可能性もあるし、まあ、おそらく中国政府もアメリカ政府も政府としては関与してないと思いますよ。そんなことあったらとんでもないことになりますけど、まあ、そこはちょっとあまりにも極論すぎるので、中国政府とかアメリカ政府がこのコロナを生物兵器としてばらまいたっていうことはですね、ちょっとこれは仮説からも外して、あまりにも極論すぎるので、まあ、軍産複合体であるとか、それ、中国にも軍産複合体ありますからね、世界、アメリカが有名ですけど、まあ、軍産複合体と呼ばれてきた、まあ、それもはっきりとした定義ではないですけど、要は私が言ってる戦争屋ですよね。人の命なんか何とも思わない。まあ、アメリカにおいては、ケネディ大統領を暗殺したり、911のテロを引き起こしたり、で、ジョージ・ホワイト・ブッシュ、親ブッシュ、子ブッシュの子ブッシュにですね、CIA が、イラクのフセインは大量破壊兵器を保有していると。そして生物兵器も研究しているんだと。これはもう捨ておけないということで、ブッシュ大統領がイラク戦争に打って出たんですけど、ブッシュは辞めてから、あれはCIA の嘘だったと。騙されたと。吐き気がするほど気分が悪いって、日本に来て、大統領を辞めて日本に来て、京都でそんなことを言ってましたけどね。お前ふざけるなよと。大統領だったんだろう。ちゃんとやれと思いますけどもね。まあ、私は今回はトランプについてもですね、正直なところ、フェイクだとか、選挙が盗まれたとか言う前に、お前が世界で一番の権力者だろうと、何でも使えるじゃないかと、4年間世界のトップの支配者に君臨しといて、何を今頃寝言を言ってるのかと、私は正直そう思ってますけどもね、まあ、トランプが騙されたにしろ、トランプが、陥れられたにしろ、策謀、そんなものがある世界だってことはもう分かってるので、そこで大統領になったんだからお前何とかしろよと思いますけどもね。まあ、ただしそのトランプをやっつけたのは、ディープステートと呼ばれてますけど、このディープステートの定義っていうのがちょっとあまりにも破天荒すぎるというかね。なんか性に合い性交者だとか、まあ、なんかこう、ミュータント、宇宙人みたいな言い方をされてますけど、まあ中には爬虫類と人類が混ざったような生物がいるんだっていう人もいますけど、まあ、人類の過去を見るとですね、まあ、人々が信仰に熱くなったのは、こういうその未知の、まあ、天然痘であるとか、赤痢、ペスト、いろいろこういう疫病が流行って、周りの人がバタバタ死んでいくので、
これは神のたたりだと、地獄に落ちるということで、信仰、宗教というものが強まってきたということなんですけど、まあ、そもそも、アメリカ大陸をネイティブアメリカンが暮らしていたところにですね、まあ、南米もそうですけど、ヨーロッパ諸国、まあ、イギリスだ、ポルトガルだ、スペインだ、オランダだ、そういうその大航海時代に海を渡って新大陸を発見したといって、アメリカ大陸とか、南米大陸とかに進出していったヨーロッパ人がですね、天然痘を持ち込んで、しかも故意に。天然痘の菌っていうのが危ないってことを分かっていて、故意に天然痘の菌をまとわりつかせた毛布をですね、ネイティブアメリカンたちに渡して抹殺していったという、まあ、生物兵器を一番最初に使ったのは、アメリカに進出した、あれは、まあ、正教徒教会、要するにイギリスのプロテスタントじゃないのかなと。まあ、ただカトリックのこの大航海時代を牽引したのは、南米大陸を制覇したカトリックの、スペインとか、ポルトガル、そういう、カトリックの国の、まあ、先兵、が世界をこう、生物兵器を使いながら、まあ、当時は天然痘ですけど、支配していった歴史があるということは、我々はこう歴史の勉強からわかるわけですよね。まあ、そういうことを踏まえると、コロナは生物兵器に使われたのかと、まあ、事故なのか故意なのか、あらゆる可能性否定できないなと思いますよね。13もの検体が2019年の12月に発見されたということで、まあ、中国がこれを提供したということは、まあ、非協力的だと言われつつも、中国がこういう風の調査団にですね、WHO の調査団に情報を提供したのは、中国は我々は被害者だと、生物兵器に狙われたということを暗に伝えていると私は読み取りましたけどもね。中国は非常にこう疑ってますよね。どこに狙われてるんですか。非常にこう疑ってますよね、中国はね。どのような駆け引きがあるのか。背景まで我々末端のものには伝わってきませんけど、まあ中国なりにかなり協力はしているんでしょうね。で、武漢の市民を中心に20万人の血液サンプルを冷凍保存している。これが調べられるかどうかですよね。まあ、中国政府は今、この調査を拒否しているみたいですけど、この武漢のですね、コロナ発生当時の武漢市民の20万人の血液検体、これが調べれるかどうか、これが鍵になるでしょうね。で、すごく一つ一つのサンプルの量が少ないそうなんですよ。で、中国もですね、なかなかこれをどう扱うのか慎重に構えてるっていうところでしょうね。まあ、中国にしてみれば、WHO の調査団の中にですね、本当はそのマッチポンプで、武漢にこのウイルスをばらまいた、諜報人のグループがですね、潜り込んでいるのではないかと、まあいう疑いも当然持つでしょうからね。
まあ、とにかく謎が深まったというか、あらゆる可能性が出てきましたね。ただ一つ分かってきたのは、もうこれは消しましょうか。一つ分かってきたのはですね、まあ天然ではないということですよね。コロナは事故。まあ、武漢のウイルス研究所から意図せず、まあ、注意を欠いてとかいろんな事故で漏れ出てしまったのか。あるいは故意に誰かが持ち出したのか。まあ、中国の武漢の研究所から出たものでなければですね、これはアメリカの CDC で研究開発をして、そもそもコロナを研究開発していて、アメリカの国内法では扱えないという法律があるので、資金も研究の成果も全て武漢に渡して、そこで資金も提供してですね、アメリカ CDC と中国武漢研究所が共同で研究開発を進めていたっていうんですから、もし中国武漢のウイルス研究所から事故で漏れ出たのではない、あるいは誰かが故意に持ち出して、まあ、頭のおかしくなったやつがいて、研究所内でいじめられて仕返してばらまいたという、中国内での研究所内でのハレーション、間違ったことが起きた。あるいはそうではないならばですね、まあアメリカ CDC の細菌兵器開発に関わる人が、何らかの意図で、まあ、つまりその米中二大大国のですね、対立を煽って、それをですね、まあ、ちょうどアメリカの大統領選挙が佳境に差し掛かる1年半ぐらい前にいろんな企みが行われたわけですから、これをですね、アメリカ大統領選挙で中国を叩くためにばらまいたのかと。まあ、アメリカの政府は関係ないにしても、特殊部隊とか、まあ、911などはアメリカの特殊部隊、アメリカの軍そのものが乗っ取られたような格好になってるんですが、あれ、911のワールドトレードセンターに突っ込んだ2機目の航空機は軍の飛行機じゃないかって言ってましたからね、最近名前を思い出せなかった八代英輝、男前の弁護士がね、昼帯とかに出てくる、あの人がね、なんだっけ、タカ人の後の辛坊治郎の、そこまで行っていいんかいでしたかね。そこで言ってましたね。八代英輝弁護士が。私は、彼は見たんだと。八代弁護士は当時、ニューヨークの貿易センターの前のビルで仕事をしていて、2機目の航空機が突っ込んでいくのをですね、肉眼で見たと。真っ黒で窓もなかったと。あれは軍用飛行機だということを言ってましたからね。私はテレビに録画してますから、それ今度お見せしますけど。まあ、そういう米軍そのものが乗っ取られる。それをまあ、米軍はそんなことあっちゃいけないから隠してるわけですよね。アメリカの軍用機が乗っ取られて、911の悲惨なテロを引き起こした。今度ですね、中国武漢のウイルス研究所が、まあ、いわば乗っ取られたというか、そこに関係している人物がですね、武漢に、生物兵器としてコロナのウイルスをばらまいた。これはまた
中国もそんなこと言えないから隠してるわけですよね。そういう関係なのかなと私は思ってしまいますけどもね。いやいや、謎は深まった。あらゆる可能性は否定できないなということです。この大きいですよ、この13の件、非常に大きな事実が出てきたんですね。これを中国がですね、WHO の調査員に伝えたということは、この故意なの、故意なんだと、わかるでしょうと、こう、中国の世界に対する、示唆ですよね。サジェスチョン、考えてくれと。ね、いろんなことはあるけど、どう思うんだと。いうことをですね、言ってるわけですね。まあ、生物兵器じゃないかと疑ってるんでしょうね。まあ、いろいろ調べてますけど、また明日ね、ゆっくり放送したいと思います。まあ、地震について、古傷が再稼働したのかというようなことですけど、またね、放送しますので、皆さん注意してください。それじゃあ今日はこれで失礼します。遅くなってすいませんでした。おやすみなさい。